田村市は福島県中通り中部に位置する市。福島県中通り最東端に位置し、沿岸エリアの浜通りとの結節点となる地域である。全体の約62%を山林が占める中山間地域で観光でも阿武熊道や子供の国ムシムシランドなど自然を生かした観光資源を有している。市名は 坂の上の田村マロによる映像政党後、その子孫である田村氏がこの地を田村軍として代々支配してきたことに由来し、公募により決定された。師匠も同じく公募により制定されたものである。そのような歴史的経緯から坂の上の田村マロに関する伝承が数多くあり、市内には坂の上の田村マロ伝説に由来する地名が複数存在する。 船引きが大高戸や山標準電波送信所阿武熊高知が南北に走り、北方に檜山、内ヶ岳、東方に鎌倉岳、五十人山、日本標準時の電波を送信する大高戸や山標準電波送信所のある大洋町谷山、大滝根山、西方に片曽根山、高芝山、南方に野大神山があり、それに、 阿武熊高地特有の緩やかな山地と、なだらかな丘陵地帯が広がっている。また、これらの山岳を源とする、大滝根川や高瀬川などの多くの河川が流れている。気温の年角差が大きく、降雨、降雪量は、少ない表日本内陸山間型の特徴を持ち、観光期においても、連続した降雪期間は短くなっている。また、市の東部及び北東部では、 風速が大きい傾向を生かし、風力発電所が2カ所設置されており、風車23機を備える、ユーラスエナジー滝根小白井と、風車14機を備える、檜山高原風力発電所が稼働している。家電量販店は、ケーズ電機、山田電機が、それぞれ1店舗出店している。船引き郵便局2005年2月1日現在、船引き駅田村市文化センター。 田村市運動公園船引き駅ホームにあるお人形様小沢の桜、ありがとうございます。